これだ。はい、これをピッとな。ハッキング開始した？ OK。 え、ほんと？え、あ、上か。でこれで15分これを守り抜いたら私のものになるっていうことでね、この中に武器がたくさん入っているらしいんですわ。で、稀にロケランとか入ってんだってね。二段重ねのやつ、馬入れたい。入んなかった。馬乗ったまんま、あ、いける。よし、他のホロメンから見たスイちゃんも正気を疑われてるよ。マジか、正気なのにな。いつでも、割といつでも正気なのにな。え、そろそろ、どうしようかな。ちょ、これ一回いいわ。うっ、やば。いなくなった。ビビってる、ビビってる。どこにいる、どこに。ずっと警戒してるぞこれ。てか一発だけってのも変だよね。え、何だったの？グリは帰ろう。馬、え、もう音が怖いって。帰ろう、帰りたい。スナイパー、これさ、馬出てこれる？あ、リードにつないで、え、馬、馬この階段登れる？あ、ダメか、やばくね。馬でこの、ここ登れない。え、待って、これ、え、これどうしたらいい。馬帰ってきて、馬、これ、これでさ、なんで開かないわけ。私はずっと謎なんだけど。あ、ヒューズ入れればいいのか。あ、なるほどね。え、ヒューズ、ま、待って、どっか行っちゃったよ。上にいる。おい、だからお前たち絶対みこちの配信概要欄にも鳩をしないでくださいって書いてあるって。絶対に、絶対に書いてあるって。どうしよう、外の誰かの馬を奪っては。いやー、外から開けて引っ張る。どうしよう、馬乗っていきたいんだよな。みこち倒してヒューズ奪う。いや、ヒューズ、どっか探せばヒューズあるよな。馬を捨てきれない星町、馬を捨てきれない星町。マシンガン、フリー、SE、これちょっとやってみようかな。ビビるかな？ビビって出てくるかな？ない。ワンチャンヒューズ狙いたいけど、もうこのまま帰っちゃおうかな。一回さ、武器を全部お家にしまってからでもさ、遅くないよね、多分。ヒューズ落ちてるよ。え？な、2階箱？箱の横にヒューズ落ちてた？ベランダの足元なかった？嘘。ベランダの足元あった。戻るの怖えよ！
どうせ拾った馬だし、いやー確かにね、どうせ拾った馬だし。でさ、スイちゃんのビビる声録音しねえみんな。でもな、スイちゃん、あれなんかボイスちゃんとつけてないの、あいつつけれてないんじゃない。あ、もう終わってるよみなこ、終わってるよ。やばい、なんか、あーい、みこだけさ、ここ一人でさ、一人でなんかやってんじゃないのこれ、みここれ、あ、これか。おお、最高、ありがとうみんな。ピーター笑うんだけど、笑うんだけど、なんでいんの？取ったんじゃねえの？帰ればいいんじゃねえの？え、まだ中にあるってこと？ねえ、わかんない。ねえ、どうすればいい？マジで。どう？よっしゃー！皆さんありがとうございますということでね。はい、カチャン。これで開くのか。開かない。開かない。開かない。ねえ、開かないよ。え？ちょっと待って。おい、ワザップ？嘘でしょ？え？日が暮れるんだけど長押しもしてる。これ長押し。ねえねえ、ちょっと待って、どうしたらいいの？そこを開けるためのものじゃない。何のための時間だよ。帰りたい、もう帰りたい、帰りたいよ。普通に歩いて帰った方が早くて草。うわー、お馬。え、このお馬どうすんの？ハトやってる人はハトの意味が分かってないのかもしれん。確かにそうかも。誰かの配信の内容を誰かの配信でコメントして知らせるっていうのがハトだよ。伝書バトっていう名前から来てるよ。え？怖い。なんか席みたいに聞こえてきたね。今一瞬声聞こえた。うっさ、マジで。うわ、これ立ってじゃないと見えない。よし。リロード、あれ、リロードする弾ない。ちょっと待って。リロードする弾ない。取るよマジで。取るに。威嚇射撃がいいか、威嚇射撃だろそれ。スイちゃんこんなに外すわけないよな。ねえ、バカなんだがうちらマジで。何してんの今の。当たってんの？多分当たってないよね。誰あれ。うまー、本当に。うまさえなんとかなれば、うまさえなんとかなれば。行くぞ。おい、カスじゃねえか。おい、みこ、このためにおめえと戦ってたわけ。出せよお前。そういうこと。だけど、しけた武士でお前愛してるわけじゃねえんだよ。なんか言ってる。
とるわお前ほんとに。しけすぎしけすぎだよ。今日エーペック最新ですからね。もうそんな感じだよもう今どうしようもねえなほんとに。スイちゃんの役割に申し訳ないけどビジネスだからね。もうビジネスだからね。それよりみこちの馬どこ一回全開にすればいい説ある。いや全開でも多分無理だな。いやいけるか。いないよ足できたでよね。この目の前まで来て、目の前まで。よし、もう一回いくよ、もう一回いくよ。よし、いっちゃん上まで上げて、これで簡単にできたら私今までなんでこんなとこでバタバタしてたんだろうってなっちゃうじゃん。乗って、はい出て、おで、で、出れたー。よし帰るよ、うま。もうもうほんと、もうほんと、もう何のためにここでウダを出してたんだ私は。馬を決して見捨てない女、星町。